よ、う、俺に会いに来たってことは、また新たな戦場へ向かう気になったってことか。これだけは言っておくぞ。俺に逆らうなら、その場でお前を消す。覚悟しときな。確かに交通規制は敵の罠かもしれない。だが、とりあえず今は守るしかないだろう。俺と話すより捜査に集中しろ。敵がいつ襲ってくるかわからないぞ。 土曜日だからって油断すんなよ。敵はそういう小さな隙を狙ってくるんだ。なんとかここまで来れたな。あと200メートル先、過去と未来が行き交う交差点を、右方向に進むべきだと、俺は思うぜ。もうすぐ、ありふれた交差点を、右方向へ進めという命令だ。落ち着け 落ち着くんだあと200メートル先、懐かしい交差点を、左方向へ行くべきだ直に、ただならぬ気配の交差点を、左の方向に進んでおけ。まあ、行けばわかるさ。俺の武勇伝が聞きたいだとそんなもん忘れちまったよ。それより、あと1キロメートル先、しがない交差点を、右へ行け行くんだ 文句は言わせないぞ。見覚えのある場所だ。確か、あと600メートル進むと、過去と未来が行き交う交差点を、右方向へ進むべきだ。慌てるな。今のペースで走れ。あと200メートル先、ありふれた交差点を、右方向へ進むんだ。心配するな。敵は俺が食い止める。もう間もなく、懐かしい交差点を。 右方向に進むべきだと俺は思うぜ。迷うな。ただ命令に従って動け。およそ600メートル先、ただならぬ気配の交差点を右方向へ進めという命令だ。とにかく200メートル進むんだ。そうしたら、死がない交差点を右へ行け。行くんだ。文句は言わせないぞ。 そうこうしているうちに、過去と未来が行き交う交差点を、右方向へ進むべきだ。もう知っているかもしれないが、あと200メートル先、左だ。左へ向かえ。本当はお前も分かってんだろ瞬く間に、左へ進むしかないぜ、相棒。お前、熊と格闘したことがあるか俺はあるぜ。 昔素手で熊を仕留めたことがな。基地から連絡が来た。ここから600メートル行くと、ありふれた交差点を。右方向へ進むんだ。心配するな。敵は俺が食い止める。腹が減っては戦はできないぜ。ちょうど12時だ。今のうちに何か食っておけ。もう分かっていると思うが、 ルートを外れているぞ。俺を失望させないでくれ。大鳥ルートを始めるぞ。おい、もう始まってるじゃねえか。もっと効率のいいルートを見つけたぞ。これで戦況は大きく変わるに違いない。ここはひとまず上の命令に従うべきだ。夜あたりも時には重要だってことさ。このあたりは俺のテリトリー。いわゆる大人の町ってやつだ。 ルートから外れただってしかし、それも運命なのかもしれないな。大鳥ルートを開始する。言いたいことはそれだけだ。これから新しいルートを伝える。くれぐれも敵に悟られないようにするんだぞ。どうやらルートから外れてしまったようだな。たった今から、この俺が伝説の大鳥ルートを見せてやるぜ。さあ、覚悟しなよ。 ひょっとして、ルートを外れているんじゃないのか何をしてるんだまったく。そろそろ大鳥ルートを始めるとするか。ちょっと下がってな。お前に新しいルートを教えよう。この道をクリアできれば、さらに強くなれるはずだ。おい、どうしたルートを外れているぞ。大鳥ルート開始これで敵を引き離すことができるぜ。作戦変更だ。新しいルートで敵の意表を突き。 一気に決着をつけるぞ。もう分かっていると思うが、ルートを外れているぞ。俺を失望させないでくれ。大鳥ルートを始めるぞ。おい、もう始まってるじゃねえか。もう間もなく、右方向へ進むんだ。心配するな。敵は俺が食い止める。そうこうしているうちに、目的、ようやく目的地周辺に到着だ。まったく。 お前のおもりには疲れたよ。任務は終了だ。こう言っちゃうんだが、お前と組むのは結構楽しかったぜ。またな、相棒。